ね、先ほど外からそれがあっち側やなと言った男性の声が聞こえたんですけども、調子のいいのは赤蔵ですね。名前と住所と電話番号は赤ず、赤ずと言うべきですね。誰かと来たんならそのものと一緒に。あの車に乗ったんちゃうかな。住宅に入り込んでるかのどちらか、ややこしいことばっかりしよったら分からへん。名乗ってる人間の姿見たら分かる。左に曲がるか右に曲がるか、動きに迷いが。乗ってる人間の手前は老人女性。しかしその隣に誰が乗ってるかわからない。あと後部座席。フォルクスワーゲン。またもあれに乗ってるんだと思う。それがあっち側だからといって、説明してるようにも見受けられましたけども、その老婆がね。大体全員自分で自分のこと言うようになってる。